玉ね著名人研究家の小村です、えー、今はですね、えー、玉ねンの真ん中を通っているバス通りのところに来ておりますここはですね、えー、2区になりますこちらです、えー、今からお墓参り行くところは天勝正彦さんという方のお墓参りに行きたいと思います2区2種16側になります 甘春、えー、正彦さんというのはですね甘春事件とかあとは溥儀、えー、を操っていた満州国の黒幕としてでも有名な方です甘春正彦さんですもともとはですね陸軍の軍人で、えー、その後憲兵の隊員になってそして甘春事件を引き起こして、えー、その後ですね えー、戦前です。戦前に日本の傀儡国家として、えー、作ったですね、満州。満州に作った満州国という。そこでですね、えー、黒幕として、えー、暗躍する人物になります。今日はその方のちょっと紹介をしながらですね、えー、この天川家にお墓参りに行きたいと思います。はい、もう見えてきましたね。こちらに正面にあるのが肉。 二種十六側です。二種です。二種です,のですね。中の方にあります。はい、ここが。二種十六側ですので、この列に天かす。天粕さん、甘粕家が。ございます。もうすぐ。左側にですね。ございます、はい。到着しました。こちらになります。はい、この甘粕と。 墓石に刻まれておりますここが、えー、天笠雅彦さんが眠っております天笠家になりますすぐ入り口のところに墓石がございますここですね、えー、一番墓石のこの右側のところですね右側はですね、えー、天笠雅彦さんのお父さんになります お父さんはですね、えー、天稼春吉さんといいまして、もともと米沢藩士でですね、宇治山田警察署長などを務めた人物になります。えー、右から4人目ですね、天稼正彦さんのお名前があります。春吉長男ってて書いてありますね。正彦さんの。 です。では。ちょっと簡単にですね。天粕雅彦さんの紹介をしていきたいと。思います、えー。山形県出身です。最初はですね。陸軍士官学校に入ってですね、えー、軍人を志しました。24期生として卒業しております。 歩兵将尉となるんですけれども、1918年、大正7年に、ね、憲兵に転じました、今でいう警察官ですね、そして1923年、この関東大震災が起こった直後、この混乱の時期に、ですね、えー、当時、日本はですね、共産主義の運動や労働運動がすごく、えー、にぎわっておりまして、その取り締まりを強化しておりました。 この1923年9月1日に関東大震災が起きまして、えー、その9月16日に、ですねこの混乱のどさくさに紛れて、ですね天子さんは、ですね、えー、無政府主義者の大杉栄、その夫人の伊藤能衛、老いの少年の立花宗一、この3人をです、ねえー、どさくさに紛れて連行して、ですねそして、えー、東京憲兵隊本部にて、えー、すごく、えー、もう拷問に近いような取り調べをしました。 そしてなんとですね、虐殺してしまうんですね、この3人を、えー、殺してしまいます、ちょっと行き過ぎて殺してしまいます、さらにですねその死体を古い戸に埋めましたところが、まあ、9月末にですねこれはすぐ発覚をしてしまいまして、そして軍法会議にかけられます。えー、天草さんは懲役役年の刑を受けて服役することになりました これらの一連の事件をアマカ事件と言います。当時は本当に目をつけられていた社会主義者とか労働運動家、朝鮮人の方々、この関東大震災の混乱の中で、まあ、言われなき理由によって逮捕してですね殺害されるという事件が他にもたくさん起きております。その一つがアマカ事件と言います。10年の刑だったんですが、 時代がですね、ちょうど大正から昭和に変わった1927年、昭和2年、よく改元されたときに御社が出るんですけれども、えー、この御社によって減刑されて、ですね、3年で放免、えー、されます、要は出国できました。そして日本を出て、ですね、えー、フランス経由で満州に渡ります。 そこで、えー、満州事変というのが起こっていくわけなんですけれどもその満州事変の黒幕に関わったんじゃなかろうかとも言われております。もともと陸軍出身ですが陸軍士官学校出身ですので、えー、陸軍の軍人さんともつながりがあります。そういう中で、えー、1932年、えー、満州の地域ですね中国の満州のところで、えー、満州国というのが建国されました。 建国されたと同時にですね、えー、天笠雅彦さんはですね、満州国民、えー、西部国民西部警察市長、ちょっと口が回ってなくて大変申し訳ございません。満州国民西部刑務市長に就任しました。その後、母親の旧姓の内藤という名前から名付けた内藤機関というのを開設。また、共和会中央本部総務部長、 満州映画協会理事長という表の顔を持ちつつですね裏で暗躍をします、えー、満州国建国に際してですねもともと真のね最後の皇帝ラストエンペラーと言われたあの溥儀があのトップとして立つんですけれどもその溥儀を操っていた満州国の黒幕として、えー、歴史に長刻,刻んでおりますこの天かすまさひこさんです そのように、えー、満州国建国からですね、えー、ずっとこの溥儀の、えー、裏でですね、えー、いろいろこの満州国の黒幕として活動していた、えー、方ですが1945年、えー、太平洋戦争の敗戦と伴ってですね、満州国が解体されることになりますそして、えー、この天粕正彦さんはこの満州国解体と同時にですね自分の人生と満州国の運命を重ねて えー、読んで読んだ時勢の句があります大博打、身ぐるみ脱いで伝点この時勢の句を読んでですね服毒自殺を遂げましたこの時、天笠さんの自決を見守ったのが、えー、天笠さんの側近だった赤川光一さんという方ですこの方はですね、えー、作家の赤川次郎さんのお父さんです えー、このようにですね、えー、いろんな数奇な、えー、運命をたどった、これ天笠正彦さんです。満州国解体、日本の敗戦とともに、えー、自決をされました。簡単な紹介でした。ちょっとこちらの帽子の方に戻ります。ここにも刻んでおりますが、この天笠正彦さんがですね、えー 自決して亡くなってしまいましたので次男の天笠二郎さんがですね天笠二郎さんこちらに名前が刻んでますね、えー、左から五番目のところです春吉さんの次男にあたる天笠二郎さんが天笠家の、えー、当主になりまして、えー、当主になります このの方方はでですす。す。ね、昭和の銀行家ととしして活動された方ですちょっと簡単に紹介します天勝二郎さんはですね、1919年、大正8年に東京帝国大学英文科を卒業して、最初、三菱商事、そして三菱銀行を経て、1927年昭和2年からですね、えー、三菱信託銀行創立に参加をして、ですね、銀行家として活躍されます。 後に三菱信託銀行の社長も務めました天笠正,正彦さんがですね亡くなってしまいましたので、まあ、当主になったんですが残された、えー、ご家族ですね息子さんたちこの正彦さんの、えー、ここにも書いてありますね正さんっていう方左から4番目に天笠正さん この方、ね、皆さん全員、正彦さんの長男は忠夫さんとか、次郎さんの長男は真一さんとか刻まれてますけどこの桝さんはですね天和正彦さんのですね、えー、ご子息にあたるんですけれども、えー、まだ幼かったので、この次郎さんの家にですね身を置かせてもらって、ですねそして育ててもらい、東京大学、東京帝国大学ですけれども、通い。えー 戦後大手の電気メーカーに勤務して副社長も歴任された方になりますまたですね、えー、正彦さんの娘さんもですね次、えー、郎さんの養女になってですね成人まで育ててもらいましたはい、は天かす家のご紹介ですちなみにですね、えー、お父さん 天稼春吉さんですけどその、えー、春吉さんの、えー、お兄さんに当たる方の子供は、天稼重太郎さんという陸軍中将の方ですので、天稼正彦さんのいとこに当たります。またですね、マルクシュ主義哲学者の、えー、三田、三田、えー、石助。 天石助ですけど三田っていう名前に変えてです、ねえー、この方はですねお父さんの春吉さんの弟の子供であるため、えー、天稼正彦さんのいとこにあたります、はい、天稼正彦さん、えー、および天稼家の、えー、方々のご紹介でございました、はい、お墓参りしたいと思います はい、甘粕家の。お墓参りでございました。以上になります。